愛良市立調査中学校は、鹿児島県愛良市西持田に所在する市立中学校である。1947年、学生改革によって、旧調査青年学校の位置に、調査庁立調査中学校として開校した。当初の校区は、当時の調査庁内全域で、調査小学校、県省小学校、三佐小学校の全部であったが、1950年、 重富村の船津小学校校区の生徒は、調査中学校へ越境中学することになった。1955年、合併により姶良町が成立すると、さらに従来の町村教会を越えて校区が変更され、調査小学校校区の深み、三佐小学校校区の寺市、住吉集落が山田中へ、賢小小学校校区の田原く楠本、並木、 松原下が重富中へと変更になった。校区が広いため、県省小学校校区の松原地区、三船小校区など自宅から学校まで一定の距離がある場合や、特別な児童が認められた場合は、自転車での通学を許可している。1990年代後半以降は、40人編成の6内市7学級で編成している。少子化により、 生徒数や入学者数や卒業生数は90年代前半や中期と比べると卒業生数は減少気味ではある。しかし、現在でも県内でも生徒数の多い学校の部類に入る。校則により男子生徒の頭髪は丸刈りと決められていたが、1998年1月に男子生徒の頭髪の自由化が施行され、翌年度正式に廃止される。 しかし、部活によって丸刈りを奨励、強制している場合もあるが、校則による男子生徒全員に対しての丸刈り強制は、現在では完全に廃止されている。女子生徒の頭髪規定は、一つ結び、二つ結び、三つ編み、おかっぱ、ショートカット。前髪は眉毛につかないようにしなければならない。冬には、マフラーは禁止。だが、手袋は自転車通学生。 徒歩通学生同様許可されている。なお、ウィンドブレーカーは、学校指定、または部活動指定のものが、峠下工事着用を許可されている。男子は黒の学生服、女子はセーラー服である。女子の体操服は、1996年3月までに、ブルマーは廃止されている。公立高校では、市内にある、カジキ高校、カモー高校、 カジキ工業高校の3校を中心に進学している。また、近隣の早戸工業高校、国部中央高校、国部高校に進学する生徒も多い。他には、鹿児島高専、鹿児島市内の鹿児島女子校をはじめ、県内各地のその他の公立高校に進学する生徒もいる。また、私立では、鹿児島高校、鹿児島実業高校、省内高校、 カジキ女子高校、鹿児島第一高校などに進学している。鹿児島市内の普通科を一般入試で受ける場合は、10%枠、学区外受験となる。運動部では、陸上、野球、サッカー、男子テニス、女子テニス、男子バレー、女子バレー、卓球、剣道、柔道、弓道、ソフトボール、水泳があり、文化部では、演劇、吹奏楽、美術などがある。 ありがとうございます。